野崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、広島です、はい、こうもう長く1日で撮っていくと、はい、あの最初 の, あのアイドリングトークしなくなるから時間が短くなる。そうですね、はい、コンパクトにやっていきましょう。これね、各チームのファンの皆さん、動画の時間の長いか短いかは無駄な話が多いか少ないかの違いだけです。そうですね、よくね、このチームの話短いとかね、うん、言うけども、はい、それはただ動画の分数が長いだけで無駄な話を永遠してます。はい、そういうことが多いですね。そうそうそう、はい、さあということで今日はね、広島です。はい、広島はね、現状ちょっと低迷してますけども、うん、今日の時点で5位、はい、ね。で、昨年の2020年ドラフト通信簿1位、栗林ね、え、一本釣りして、はい、もうだって新人王ね、はい、ちょっと佐藤君が落ちてきてるんで、うん、取るかどうかっていうね、これも最有力じゃないですか。そうそう、今有力あれですけど、うんうん、あ、でも西武はね、うん、チームが勝たないと上げれないから、はい、自分一人の力だけで上げれないんだよ、はい、だからそこら辺が、はい、あのマイナスポイントであるよね。なんか記録更新かなんかしてましたね、チームのね、チームのか、うん、はい、あ、そうか、チームのか。佐藤君のホームランは9回の記録だからね。そうか、新人最多ホームランとか。そうですね、うん、うん、だってそれで言うと牧もね、うん、あの新人チームで最多安打、はい、多分もうすぐ記録抜くと思うよ、うん、1位ね。いや、いいですね、いっぱい候補がいるっていうのはいいことですね、うん、でも栗林はね、いい活躍、はい、で、うん、あの2位の森浦、はい、こちらもね、リリーフとして42試合登板、うん、3.62 防御率、まあね、あの昨年ね、カープはリリーフがいない、リリーフがいないって言ってね、この1位2位で、ね、栗林、そして森浦でね、リリーフと守護神を埋めてるっていうところはね、うん、素晴らしい、バッチリですね、うん、で大道、はい、3位ね、うん、でこの大道もね、最初リリーフで行って、ね、ちょっと先発ね、7回ぐらいやりましたけど、はい、こちらもね、即戦力としていい活躍、はい、ちゃんと出てる。だから1位2位3位がね、うん、全部ピッチャーでね、頑張ってる、はい、非常にいいね、うん、すごい。で続いて、小林、智弁和歌山から、はい、投手、ね、こちらは、1軍登板ないですけども、ファーブで7試合、4試合先発、うん、0勝1敗、はい、まあ、ここら辺高校生なんでね、うん、長い目で、で、並木選手、投手、四国アイランドリーグから、はい、でこちら、登板1試合、うん、怪我かな、ファームでも、うん、1試合、うん、ファームで、ファームで1試合、うん、で続いて、矢野正也、内野手、はい、アジア大学から、1軍で13試合出て、はい、打率0割、ね、うん、で2軍では67試合で2割1分5厘、41本ヒット、ホームラン1本。盗塁9個というところで、うん、まあまあこっからだね、はい、内野手っていうね、うん、まあでも、1,2,3 が出てれば十分でしょう、うん、ね、はい、で、育成では、うん、広島は二股保守、静岡の子ですかね、うんうん、私が去年のドラフトの時に出してましたね、名前を二股くん、岩田東、はい、岩田、はい、46試合、まあでもね、キャッチャーちょっと熱いんでね、壁が、うん、まあまあ頑張ってほしいですね、高校生です、そうそうそう、ね、うん、そう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 、はい、っていうところでね、うん、もうカープのドラフトは、はい、もう説明いらない、うん、A で評価、はい、A です、うん、3人だもん、そう、上位3人ってしかもチームのマイナス面を補ってるドラフトとしてはもう最高だよね、うん、はい、なのに、なのに、はい、なのに B クラス確定、消化試合継続中、うん、はい、じゃあ何が悪いの、はい、もう明白です、はい、先発です、はい、でも去年のドラフト1位の森下くんも頑張ってるわけじゃないですか。でも今年ちょっと打ち込まれてる、最近、まあ、最近ね、そうそう、はい、あの五輪明けで、うん、だからで大瀬良もね、うん、怪我からの復帰でもちょっとピリッとしないし、はい、いや、なかなか厳しいよ、うん、先発が、まあ、そしたらじゃあ今年はやっぱりいい先発じゃないですか。うん、そうだね、だって広島のだってチーム防御率 3.93 だからね、はい、パリーグ、あ、セ・リーグ5位、うん、でチーム打率は2割6分1厘のセ・リーグ1位よ。でもちょっと出塁率がね、まあ、2位っていうところと、はい、ホームランも100本打ってて、うん、安打数もいいし、うん、だから得点だからヒュッと打ってる割に点取ってないんだよ、あ、だから得点で言えば5位だからね、チーム打率1位なのに得点は443で5位、うん、だからこう打ってる割に点取れてないよね、はい、ここっていうところに出てないんですね、フォアボールが、ね、少ない、だそこで出塁率が、ね、増えていってないっていうところでもあるけども、うん、でもやっぱりね、先発よ、うん、だって栗が防御率 4.27 今9勝、はい、で大瀬良防御率 3.08 7勝5敗、うん、で森下 3.13 6勝7敗借金1、うんうん、で野村4敗で、あと先発、さっき床田がね、調子よくて、はい、2.71、4勝3敗、うん、で、高橋光也、5.29、4勝6敗、うん、
で玉村がね、はい、4.08、2勝7敗、うん、先発だね。そうですね、うんうん、じゃあ誰いきますか。やっぱ今年はね、本当先発、はい、取っていかなきゃっていうところで、うん、そうだね、いつも大体大卒とかね、大卒なんじゃないですかね、うん、結構行くけど、まあ、高校生でも俺はいいんちゃうかって思うけどね、うん、ここは思い切って決めた、決めました、うん、広島の取るべき選手、はい、じゃあ発表お願いします、はい、第1回選択希望選手、広島東洋小僧の健太投手、市津和歌山高校。あ、じゃあ小園君からの小園君いきますか。行く、うん、ドラフト1位で、はい、それか、うん、まあ筑波の佐藤君とか、はい、あの左ピッチャーでもいいかなっていうのはあるけども、うん、まあ玉村高橋光也左もいいかね、床田もいて、はい、で右、まあ、大瀬良、あ、森下、うん、だからまあそこはちょっとね、今の人たちの底上げをしっかりして、うん、新しいの入れるっていうよりも、はい、しっかり整えて戦力アップさせて、うん、次世代のっていうところで、うん、俺はこの小園ドラフト1位いっちゃうかって、あ、育てこれから育てるためにっていう、そうそう、今いい感じで来てるからね、うん、小園とか高橋とかね、うん、で玉村とか、はい、で野手の林、うん、若い選手たちね、坂倉っていうところでも来てるし、うん、でキャッチャーでもね、あの中村とかね、はい、あの石原とか、うん、若いのも来てるから、うん、ここは大卒とかじゃなくてもひょっとしたらいいかなっていうね。じゃあ小園くんが広島入ったら、うん、登録名は健太ですね、うん、それか K 小園かもわかんないよ。あーT 岡田みたいな人なんで。あ、そうですね、うん、だから小園いいんちゃうかなってね、うんうん、覚えてるんで、そこをしっかり育てて、はい、未来に向けてっていうところで、はい、まあそれか、まあ、筑波の佐藤君とかね、うんうん、あ、即戦力で言えば、まあ、左っていうところでまあいいかなって思うけども、はい、野手もそんな言うほどいらないもんね。外野は西川、鈴木誠也、うん、まあ、センター今大森でいったり、まあ、ノーマンで、内野は小園がもうショートでハマってくるから、で菊池、林 で外国人っていうところも考えると、はい、で外野もまあ取ったのもいるからね、その前とか、うん、ウグサとかね、はい、まあでも、うん、外野取っとこうかな、取っときます、うん、じゃあ外野はね、そうだな、誰にしようかな、誰にしようかなって言ってる。外野がね、高校生でいいのはいるのよ。お、いますか、うん、はい、あの昌平高校の吉野君っていう、はい、あ、吉野宗志君、うん、そうそうそう、はい、いる、三拍子揃い、広角に長打が打てると、そう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 、うん、185cm80kg、うん、50m 走6秒1、うん、軽快な外野守備に加え天性のリストワークで広角に長打を放つ、いいのよ、そうこう3秒揃った外野守、うん、もしくは智弁学園の前川右京、前川右京、はいはい、うんうん、もう俺はいいと思うで、うーん、ここら辺ちょっと欲しいかなっていうね、はい、この2人とか俺おすすめだな、結構高校生推しですか、だって今からね、うん、なんで B クラスなのっていう、逆に人はいるっていう、聞きたいよ、うん、逆になんでっていう、はい、だからそんなにやっぱ今の選手たちのちゃんと整えて、うん、試合できるほどに整えて、あとはちょっと外国人の今年クロンとかもうまくできなかったから、はい、その野手で外国人取って、うん、はい、でそこでうまく回していくと多分整えたらいけると思うのよ、うん、来年ね、だからこそあの高校生、はい、ピッチャーもあの野手も高校生取って、うん、そこで仕上げて、うん、その鈴木誠也みたいな感じにね、はい、ピッチャーとかもマイケンとかね、はい、っていうみたいな感じでいけるように、うん、俺はいいんちゃうかっていう、で去年もしっかりね、うん、大卒社会人とってそうですね、いけてるから成功してますからね、そうそうそう、だから俺は今年高校にシフトしても、うん、カープは特にいいんじゃないのかなっていうね、うんうん、チームの底上げ、そして整えていこうと、そうですね、うん、だから俺はその2人がカープにおすすめですね、野手は、うん、ピッチャーは小園君がいいかなっていうね、はい、ダブル小園でいきましょうよ、そう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 、はい、でいいかなとね、はい、でここでうまくまとめれば非常にいい形になるんちゃうかっていうね、はい、うん、なぜ今年こんな順位なのかがちょっとよくわかんないよね、そうですね、打率1位なのにっていう、うん、そうですね、うん、まあ、こういうね、なぜかっていう理由が知りたい方はね、はい、ぜひあの里崎ライブ2021全国ツアー開催中ですのでね、はい、その会場に来てもらいたいです、あとね、千葉残るところ、そうそう、千葉というかね、あ、カープの皆さん、はい、広島で開催するのも今検討中なんで、うん、あ、そうですか、そうです、うん、今だから追加で、まあ、今年はちょっと無理ですけど、はい、来年に向けては広島、うん、で僕の地元徳島、はい、で袴田さんの地元静岡、静岡来ます、うん、っていうのも今計画中なんですよ、はい、
でプラスアルファロッテのキャンプがあったんで鹿児島、はい、であとはそのキャンプがお客さんが、うん、その見れる状況になって、はい、コロナ禍が落ち着いてきてそのお客さんも入れる状況になると、はい、2月のキャンプ中に宮崎沖縄っていうのも考えてます。おいいですね。昼キャンプ視察行ってもらって、うん、はい、夜それを夜楽しむっていうね、うん、はい、ところも考えてるんでね、はい、カープの皆さん広島行きますんでね、はい、その時はぜひお願いします、はい、ということでね、今日はこれまで。皆さんね、カープファンの皆さんはねどういうお考えでしょうか、ぜひコメント欄で教えてください。はい。